はい、どうもご利用していただければ、サイレントヒューツ、こちら、プレシーテート、アメス、それでいく、いきます。前回ね、あ、これ、カビ除去剤とか、あ、これ組み合わせれるんや。血染めブレスレット拾いましたね。ほんで、これキーパッドの暗証番号も分かりました。なんで、とりあえずキーパッドの暗証番号を2回やね。これ。ここに行きたいと思います。キーパッドの暗証番号を、解除しに行きます。ほんで、まあ、この院長室で、あれか、ブレスレットはめ込んでもいいですね。その後行きましょう。はい。ということでね、今回そんな感じで行きます。さらに行く。2階はこの裏口の階段から行こうかな。まあ、理由としては、びっくりした。お前の声か。こんな怖かったっけこのゲーム。怖っ。まあ、理由としては、階段から行きたいのは、下に降りれたっけって思ってて、地下にもね、行けてない場所がまだあるんで、行きたいと思います。あ、これなんかあったな。これ何やったっけ？ああ、これ壁の中になんか、カビ除去剤を使えばなんちゃら、みたいな。根絶しなきゃ、みたいな。言ってたね。で、今日は、昇降デスク俺持ってるから、立ちながら今日ゲーム実況してます。立ってるとな、なんか怖い。怖さ増す。なんか理由はな、多分この、椅子に座ってると背もたれがあるからさ、なんか背中が安心感あるんやけど、なんか背中スースーしとるんよな、今。あ、やっぱでもこっちから行けへんか？下。立ってやった方がゲーム怖えかも。やっぱ座ってる方が安心感はあるんかな？立ってるとなんかちょっとそわそわする気がする。で、ここやね。ここに結構おるんよな。で、ハンドガンは10発。ショットガンは5発ね。結構ある。ここのキーパッドのやつら駆除してないもん。やばいやばい。めっちゃ怖え今日。こいつか。オッケー。くれえな。あ、そういえばなんかこいつらライト消していったら、バレへんみたいなコメントを見たんよな。ほんまですかこれ。そしたら一発どつけるらしい。ほんまにバレてないこれ。いけてるな。いや、怖すぎ。でも一発どついたところでよな。怖えライトつけてなくても変わらんくね。いや、どつくか。オッケー。死ねえ。クソごめん。クソげ。クソブス。オッケー。こいつな、動きよく見て避ける。バカチン。ちょっと待てよ。いや、もういや、死ねえ、お前。どうした、お前。まずい。危ねえ。ブス。デブ。ブス。よし、オッケー。いやー、もったいねえ。もったいないよな。でも弾節約できたか。どついたおかげで。もう一匹のブスも殺しとこう。どこ行ったあのブス。あれもう一匹どこ行ったんあれ ?2 匹おらんかったっけ。まあ、ええか。よし。ほんで、キーパッドは押しとうときに来られた一番ダリーな。この右上からじゃあ順番に押してみるか。こうか。3518。警備ざるすぎ。おるね。いやー、女ナースおりそうやな。うわ、これか。クソ虫どもか。いや、絶対おるぞ、もうこれ。マネキン、クソみたいな。おらん？あいつら急に出てくるか。必勝これ。クソやん。なんかある。あ、レントゲンやん。これも探してたよね。来るな。なんか来るか？どこや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 。誰何今の。あれ虫が消えた。これ人間溶けたんかな？必勝。あ、ここにもなんかある。これはゴミを食わせてくる。ウジ虫の湧いた腐った肉。筋だらけの肉。無理やりかじらされる。赤と黄色の肉汁が喉の奥に当たる。むせて咳き込んで吐いた。喉が痛くなる。ズキズキする。肉の管何もかも吐き出したなのに、まだ味がする。なんで食わされてんの？あれ？なんか、まだ文章あった。あ、裏側にも文章あったんや、これ。血と小便と胃液の中に無理やり浸からせられる。体中に人間の排泄物を塗りたくる。肌がかゆい。濡れた髪みたいに剥がれていく。やめてとお願いしても聞いてくれない。そしてここに放り込まれたあの男と一緒に。いつもあそこにいる。どんどん近づいてくる。腐ったものも一緒についてくる。中に入り込む。自分になっていく。これはもう精神病患者のメモですかね。で、なんか帰り道すごいやばい音するんですけど、こっちから出るのはやめときましょう。さっきのクソナースが帰ってきたな、多分。あ、なるほど、こっちの道開いてん。ってことはレントゲンは3階やったっけ？あ、X 線、これね。閲覧機みたいなやつやね。で、ダイヤル錠もまだわからんのか。じゃあ3階上がってもええな。3階上がるか。死んでるよな。これ鉄パイプ持ったやつは立ち上がるかな。みんな持ってるわ。こっちか。いや、多分出てくるな、ここ。ここやったっけ？ X 線室。この先か。よし。ん？こんなんあったっけ？骨盤のレントゲン？あれ？こんなんあった？で、所持品。骨盤とカビだらけのレントゲン写真も。あ、これ使われへん。あ、これとカビ除去剤で見えるようにするんか。カビ除去剤って、カビ取れんのかな、ほんまに。これ絶対ここやん。あ、これ？ここでやってる。おお、4！数字が出てきた。あ、これでダイヤル錠の番号が出てくるのかな。で、カビ除去剤。これでカビを排除すると。あ、洗浄されたレントゲン写真。手やね。で、手を、ここやな。まあ、下やろうな、絶対。こうか？こうか。43712？ あれ？これ数字が分からへん。何番これ？ 43712。あ、5桁もあんの？この先や。立ちながらゲームすんのいいわ。なんかな、足もしんどなってきた、ええ感じに。鍛えられてる。43712ね。あ、43712か。3、4。で、左に、4。37でいい？ 37。12。来た！なんなんこの希少ウジ虫。マクロクロスケ。サイレント昼晩マクロクロスケ。ちょっとカブトムシに見えてきた。ん？鍵や。なになになに？背中ムズムズするって。え？なにこれ？一瞬エビに見えた。え、なにこれ？ブレスレット。何？エビ？これ何や？なんか分解された人間か？エビに見えた。で、俺何拾ったっけ？あ、ブレスレットか。ってことは、じゃあ2階のもうブレスレット室行ったらいいか。院長室か。院長室行きましょう。いや、もうこれ帰り道確実に出てくるぞ。せっかく全部ぶち殺したのに。さあ、行くよ。キーパッドの方には1匹おるから。いかんとこ、あっちから。逆回りで行きます。よし。このまままっすぐ糸でつく。さすがにおらんっぽいな。よし。いや、院長室の前におりそうやけど。大丈夫。おれー！待て！竜巻殺す！こいつら起き上がるんや、やっぱ！ブス！ブス！ブス！死んでないってこと？このブス。よし。よし、来た。これがむずそうなんよな、ブレスレット。とりあえず全部つけましたが。これわからん。紋章がある。これむずそうやな。こっちはこっち見てもわからん。ちょっと、これなんかないんこれ。ヒント。わかんないよ。これだけはわからん。ガチで。あ。このナイフの。あとは関係ねえ。あ、待てよ。こういうことか。なんか、合わせるんか。この上の、何？この腕となんかを。こういうこと？こうじゃない？じゃあ！なるほど。これに3つついとったってことね。よし、来た。院長保管室の鍵。決して適当にやったわけじゃありません、今の。ほら、これと合わせんねん。ほら、完璧に一致してるね。ちょっとよくわからんかったけど。よし、保存しとこう。これもう一回やるはめになったら嫌やから。さあ、ここの鍵を拾いましたよ。何があるんですか？これは？ああ、金庫のボタン。これは？いや、これわからんで。これなんや？画数か？これでも1っぽいな。2っぽくね？あ、でもこれも A と合わせるんか。あ、じゃあこれここじゃねえよ。これがここやね。こう。こう。こう。で、こうか。これはどこや？あ、でもなんかすげえ惜しい気がする。これ、一番ケツやったりする？あ、違うな。ここまで合ってて、で、こうやね。とりあえず。で、こう。こう。一箇所だけおかしい。あー、なんかぽくなってきたかもね。あー、なんかここでも違和感ねえな。違和感しかねえか。ここも違う。ここも違和感。あ、これか。一番、あれこれやらんかった？これでいけた。はい。これね。これの順番にするってことか、あそこ。よし、OK。これね。これが、あ、これじゃない。ちょっと待ってよ。あー、わかった。え？ちょっと待ってよ。あ、これをとりあえずここにはめましょう。こうを、順番通りに押していかなあかんじゃない？これ N みたいなやつ、4みたいなやつ押す。N4 押す。N4 はあれ？あ、これか。4押す。いや、でもなんか数が合わんのよな。押す。丸チョボメスで、次これやった。あれ違う。あ、924571もこれなんか関係してる？ 924571 か。オッケー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 。分かった。123456789。オッケー、9まであるから、最初は9と2ってことね。オッケー。天才って言うんで。9どれや？これむずっ。頭使う。9、このピラミッドみたいなやつと N みたいなやつね。ピラミッドと N。これか。ピラミッドと N。はい。で、ピラミッドと N。4は、押すと丸ちょぼ。はい。で、押すと丸ちょぼと、7は、メスに頭生えたやつと、一番最初のトみたいなやつね。メスに頭生えたやつと、ト。メスに頭生えたやつと、来た！天才。来た。屋上の鍵。ゲッチュ。じゃあ、屋上行きますか。動くなよ、お前。これでもナースもさ、やっぱ俺が言ってたこのこいつらが頭おかしいって感じの設定やったらさ、ナースめっちゃ殺してるってことになるからな、ジェームス。さあ、屋上に来たが真っ暗ですな。なんか玉みたいなのあるけど、ここクソ拾えへん。あ、反対側からいける。いや、ここには怪物おらんか。よし、ショットガン弾でけえ2発か。おらなさそう。もうちょい弾ありそうやな。ちょっとあさらおう。これ何？はあ、やっぱなんか見覚えがあるんですね、ここに。ジェームスさんはなんや。でもそこ飛び降りたんか。地図開かれんねんけど、雨やから。こっちからだったらマップ開ける。あ、屋上の地図はねえんか。あ、だから開かれんのか。これはメモ。今日は雨、一日中窓の外を見てる。ここは平穏だけど退屈だ。まだ外に出たらいけないみたい。雨が降り続いてる。先生と少し話をした。養う家族がいなければ私を助けなかったのか。私が哀れで弱いのは事実だ。誰もが強く生きてるわけじゃない。また雨。今日の薬は気持ち悪くなった。これで治っても薬漬けの私は本当の私。これマリアか。やっぱ雨やとマリアは体調悪くなるか。いつも通りの雨。もう誰にも迷惑はかけたくないけど、それは難しいだろう。抗うより逃げることを選ぶのは本当に悪いことだろうか。否定する人はいる。だけど私の気持ちは私にしかわからない。勝手かもしれないが、私はこれで幸せだ。このまま苦しい。だからもう。先生が部屋に来た。もうすぐ退院できると言われた。つまり家に帰れるってこと。普通なら喜ぶべきなんだろう。でも怖い。怖くて仕方がない。目の前に何かが迫っている気がする。飛び込む前に、最後に息を吸い込むような。でも心の底ではもう引き金せないと分かっている。なんか、俺って滑舌悪いんかな。まあ、雨で、なんやろうな、これ。マリアの世界に来てるってことなんじゃない今。俺そう思うんやけど。え？道がねえ。びっくりした。もうほんまに死ねえ、ほんまに死ねえ。待って、体いった。ああ。じゃあ今全身の筋肉こわばったんやけど、バリ力入った。気分悪なった一瞬で。よう生きてんなお前、その高さに。何回まで落ちた。あ、これで地下まで来たんか。こいつやっぱ異次元の強さしてるな。で、異次元の落ち着き。もうあいつ俺が出るまで部屋の外で待っとったんやろ。バカきしょない。三角頭、三角コーン。あれあれあれ3階か。あれなんか1階に落ちた気しとったんやけど。3階か。めっちゃ突き落とされた気しとったんやけどな。あ、こんな。あ、じゃあローラがおるとこに来れたんや。いや、おるかおるか。この先か。いや、おる。ナースが。ナース殺しとくか。たまー。たまだいぶある。7発。うわ、これボス戦か。うわ、ローラの方におるやん。あ、ローラこっちか。うわ、あの水治療室。いや、でもあっち側行かんでええからな、ぶっちゃけ。ほっとこう一旦。おいメス、これお前覚悟せよ。メスガキぶち殺しちゃっからよ。え、これ部屋3つあるってことは、あ、3つじゃ6個あるんか。これはもう防音室か。最近俺防音室作りたいんよな。こんながっちりとした防音室じゃなくていいんやけど。いや、こういうのもあるんやけどな。そしたらもうマジでゲーム実況とか配信とかがめっちゃやりやすくなるんやけど。夜でもいけるから。こういうの欲しいんやけどな、ほんまは。でもあんま賃貸でこういうの置くの良くないらしい。重さ300キロぐらいあるらしいから。これジェームス入っとった部屋かな、これ絵か。あ、絵ってことはあの女の子が血で描いてたんか。もうなんか精神怒りすぎてここにぶち込まれとったんじゃない。ローラ、音痴歌うなよ、音痴。お前音痴やぞ女。気づいてない？ローラ、なんで名前知ってんの？エリーに聞いた。なんなのもうあのおしゃべり豚。おしゃべり豚。事実です。それはなんでメアリーを知ってる？なんでもだよ、別にいいじゃない。教えてくれないか。言わなかったらブツ？うん、どつく。まさか言ってもどつく。豚ないだから豚。教えてくれ豚。かわいいなローラ。友達になったの、去年入院してた時。ああ、うわ、えローラ、すまない。ただいいよ、信じないんでしょ、勝手にすれば。おい話してよ。悪かった、でも駆け回るな、怪我するぞ。なんで怪我すんの？なあ、とにかく子供一人じゃ危ない、そばにいるんだ。友達やったんや。でも行きたいところがあるの。なんで嘘をつくなって言ったん？大切なの。どうしても。これやっぱジェームスやばいやつやな。メアリーからの。え、俺と同じ反応すんなよ。あの中にちょっと鼻毛出てなかったローラ。え、三角コーン出てくるんじゃん。おい絶対やばいやつ捕まってるやんこれ。すごいなんか厳重なドアロックあるけど。え、俺閉じ込められんじゃね？ほら。ずっと奥の方、パイプの後ろ。ここで待ってて。え、絶対閉められるやん。撃った方がええぞもうこいつ。ほら、もうガキ。どうせ私は嘘つきなんでしょ。うん、お前も射殺確定。開けてほしいでしょ。ローラ、ドアを開けろ。早く。お願いしますわ。こいつ、ガキこれ。開けてあげないよ。鉄パイプで1000本ノックしたね、こいつ。やだよ、ジェームスのバカ。ドアを開けてくれ。何かいるんだ。いるよね。バカジェームスがね。え？じゃあね、バカ。ローラ。あ、俺のことか。やばいって、バカ気象やけどこいつのことジェームスって言っとんかと思った。バカ気象や。え、どうすんのこれ、戦うしかねえ。うわー、逃げばねえな。よし、弾とかあるな。一旦これ回収しよう。アイテム一旦動き回ろう。一旦動き回って避けろ。どこが弱点やこいつ。なんか股の下に顔みたいなのあったよな。で上から攻撃してくると、そこやな。来てる。よし、ブンブン揺られる。 どうやって攻撃するのこれ。ちょっと攻撃の仕方がむずいなこれ。してるね。ザコムシがよ。これどうやって攻撃するのほんまにこれ。ちょっと待て。ちょっと待てよ。よし。とりあえず、アイテムは全部回収したかな。待て。よし。壁を打つんか、こいつが出てくる前に。よし。電気消えちゃった。これ壁崩れたとこにおったらええんじゃね？違うか違うか、よし、オッケー。いや、待って、むずっ。ちょっと待って、どこ打ったらええんこれ。一旦攻撃してみよう。一旦試しに攻撃や。あ、このブラブラで、このドアぶつけさせるんかな。ブラブラしてんのがポイントやと思う。じゃあ、よし、オッケー。いや、ちげえか。なんかセンスはいい気がするんやけどな。どっかぶつけさせるんか？壁か？あ、来てる。見えた。オッケー。いや、当たってねえな。こいつ、見えてんねんけど。ちょっと。いや、食らってないよね。手打つんかな？今、手でな。ここ。オッケー、ボケー。どうすんのこれ。くぶつが。これどつくんかな。オッケー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 。ここ、いやもったいない。これ弾なくなったら終わる。どうしよう。アホみたいに打ってもた。攻略の仕方分かったよ。お前もうノーダメでいけるわ俺。お前のこと殺したら来る。はいボケ、これこれ出てこいよ、これ。よしよし。これ腕ちぎれんじゃねえ、そのうち。来いよ。出てこいよ、これ。来た。おい、ガキ、これ。動いとったら落ちてこんが危ねえ。はい、アホ、これ。出てこい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 、これ。よし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 、だいぶダメージ食らってる、だいぶダメージ食らってる。怖いやろなこいつからしたらこんなこいつの攻撃全部かわされてんの恐怖でしかなくね。ああ来いおれ、いた、ばっ殺すぞお前。あ、くそ、ちょっと遅れたか。ちょっとなめすぎた。おいおい来いやこれ。来てるね。よし来る。まだか。来る。あー来い。危ない。いやーか、くそミスった。あ、これ食らったら攻撃できん。ちょっと待って、なんかこいつの動き読めんくなってきた。そうか、天井がなくなってるかなんか分かりづらくなってきたんか。ここやな。オッケー。にゃんエイム。一回こいつ攻撃してくる前にガチャンってなんか音鳴るな。そこで回避行動を取ったら多分避けれるか。ほらこれ。はいアホー。おら出てこいつのやろ。これお前やるやん。これ出てこいやろ。出てこいこれ。出てこいこれ。出てこいこれ。何これ。やばい、回復なくなった。くそ、もうちょいやぞ。でも来るぞ来るぞ。えい、はい出てこいこれ。おれガキこれ。出てこいこれ。いた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 。出てこんかいこれ。おれコミックス。あ虫嫌いこれ。サンドバッグじゃお前めれ。多分死によった。調子乗った。いや待って、こいつやべこいつやべ。うれなんこれ。お前やるやんやるやんお前。ちょこいつせ。ちょあ待って負けるかも。ちょっとまずい、ちょっとまずいぞ。ういい、ちょっと待て、こいつボケくれ。よし、回復出てきた。まだ痛い、殺すぞお前。ちょっと待って、これ負けるのまずい。一旦回復取ろう、回復取ろう、回復取ろう。オッケー、回復だからねー、取れてる。ぐれーぐれー、ちょっと待って、回復させろ、回復させろ。ちょ、まずまずシリンジ、シリンジで待って、終わった。これまずいぞ、結構まずいぞ。いやまずい、これまずい、普通にまずい、普通にまずい。来る、よし、すいまずいぞ、すいまずい、死ぬかも。来るぞ、来るぞ、ここ、よし、オッケーで、来る、よし、オッケー、来る、よし、やれ、ふぅ、オッケー、ふぅ、オッケー、あぶねえ。結構まずいんですが、危ない危ない。よし、オッケー、待て、弾ないんやけど、ちょ待て、ハンドガンしかない。これ食らってる、これ攻撃するとこ間違ってるかも。まずいな、なかなかしない。これ手か、もしかして上の手が弱点か。まずこれ、このままじゃ死ぬ。これ聞いとんか分からん。いや、これアイテム探してるけどないか。危ねえ、もう避けれるようになってきたよ。死んだ、もうえぐい、泣きそうになった。おお、液晶、え、下に顔あるやん。口きれい。ええ、どうした。え、びっくりした、びっくりした、びっくりした。なんか足、ん？ミアリーよ、足に首掴まれたんやけど。これやっぱジェイムズの記憶か。病院っぽいよなこれ。うっさい、病院やん。うっさい。え、何？なんかボロボロの世界と普通の世界がある。いや、危なかった。うわ、よく初見で勝てたあいつ。いや、いたぞ。あ、なんやこれ、アイテムは。なんか気象、え、何この椅子。なんか手紙あるぞ。患者番号3149、3141、指定番号2989、物事への過度の集中、現在の診断結果、治療は可能、推奨処置もう止まらない処置もう止まらないってこと。2989、2989はなんかおった気するぞ。もう止まらない、もう後戻りできない。あ、これ裏側にもう後戻りできないって書かれてた。ノーターニングバックナウ、2989、これ、あ、2980か。なんか裏世界病院来た。なんか俺サイコブレイク何だっけこれ、サイレントヒルさ、なんかこういう世界のイメージがすごいあるんやけど、裏世界みたいな、序盤から裏世界じゃなかったんやな。なんかすごい見覚えがある。あ、保存。ここどこなんやろ、セーブしたらわかる、どこか。あ、病院なん。一回廊下、病院の裏世界に来たんかな。え、怖っ。そういうことでね、ちょっと今回こんな感じで終わろうかな。ショットガンも弾なくなり、ハンドガンも弾なくなり、回復もなくなりました。はい、ということで、ね、今回こんな感じで終わりです。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。以上、ゴリラスでした。バイバイ。YouTube、Twitter、フォローお願いします。